えー、こんにちは今回のタイトルはね年間500万プラスアルファということでお届けしようかと思いますけども今回ねあのナミさんの方からね舞姫大学のナミさんからステーキングプールのこちらの報酬結果が送られてきましてで関連動画にねナミさんの体の絵だステーキング委任したよっていう風な動画が関連で出てるんですよ。でそこに 何ヶ月前の投稿かっていうのが出てるんで見てみたら10ヶ月前に投稿されてるんですよね。ということは今日でナミさんも10ヶ月目の体のステーキング報酬65回目ということになるんですかね。で、トータルで841と出てますんで、かけることの140ぐらいをすればいいのかなと思いますが、まあここなんですよ。プラス500万600万っていうのは、あの、ある方のね、あの、1年後の うんまあ予測で大体年間で5、600万ぐらいステーキング報酬だけでゲットできるよねっていう形だったんですけどもまあいろいろと体の枝の相場も変わりまして、まあ、その方の報酬は結果200数十万というふうに目算してますけどもねでも年間に200数十万がまあ自動的にねこの1年間でまあ決定にできるってことはなかなかいいんじゃないかなと思いますよね うん、あとはまあ決済のこととか、うん、税制のこととか考えて計画を立てていただきたいかなと思うわけなんですよね。で今回ねそのナミさんが FX もされているみたいででそのことについていろいろとねお話を聞く機会があるんですよ。でこれをね4月の12日の21時からにちょっと設定しようかなと思って今調整中ですんで、まあ、この動画ねここまでご覧になった方はあ 暗号通貨もいいけども、FX もちょっと聞いてみようかな、という風にねあの、考えてる方は、ちょっとね、もうちょっと待っていただいて、4月12日火曜日の夜、ぜひね、ご参加をご検討くださればと思いますんで、よろしくお願いします。それでは今回は以上です。ナミさん、その時よろしくお願いします。